いきましょう。はい、ご覧いただいています。このところちょっと流れる理由がありまして、その影響で9月の10日に長い連戦が組み込まれることになりました。巨人に3連敗をしましたが、大谷選手熱いんじゃない。一方のダイヤスは最初カープとタイガースとオリックスに、ね、突き放していたというのが9月だったと思うんですけども、今年はおそらく3つずっと続くんじゃないかな。